こちらは戦後の日本を代表する作家の三島由紀夫です。自衛隊の駐屯地で割腹自殺を遂げる直前の姿です。その1年半前の1969年5月、つまりちょうど50年前に三島由紀夫はある討論会に出席しました。その討論の相手はこちらです。東大全教頭。そしてここにあるのがTBS の倉庫に眠っていた討論会の一部を収めたフィルムです。天皇主義者でありつつ戦後の天皇制には批判的だった三島と、過激な学生運動をリードした東大全教頭、両者による伝説的な討論会は私たちに今何を語りかけるのでしょうか。東京大学駒場キャンパス、今も使われている900番教室と呼ばれるその場所が50年前にあった伝説の討論会の舞台でした。1969年5月13日、900番教室を埋め尽くしたのは1000人を超える東大全教頭の学生たち。そこに単身乗り込んで公開討論会に臨んだのが世界的な文豪三島由紀夫です。私を壇上に立たせるのは反動的だという意見があったそうで、反動的なのは不思議はございませんので立たせていただきましたが、私は男子門をにすれば七人の敵ありというんで、今日は七人じゃ効かないようで大変意気概を持ってまいりました。この年の初めにあった東大安田講堂攻防戦、大学紛争は全国的な広がりを見せていました。保守の論客として学生運動に批判的な立場だった三島、思想的には正反対の学生たちに囲まれながらも時には冗談を織り交ぜる余裕も見せていました。特分しますところによりますと、これはなんか100円以上のカンパを出して集まっているそうですが、私は図らずも諸君のカンパのこの資金集めに協力していることになってしまう。私はこういうような政治的状況好きじゃない。できればそのカンパの半分をもらってって私の盾の会に突っ込みたい。また学生運動については全てを否定するわけではなく一部評価する発言も。私は今までどうしても日本の知識人というものが、思想というものに力があって知識というものに力があって、それだけで、人間の上に君臨しているという形が嫌いで嫌いでたまらなかった。全学年の諸君のやったことの全部は肯定しないけれども、ある日本の大正教養主義から来た知識人のうぬぼれというものの鼻を叩き割ったという功績は絶対に認めます。一方の学生側、三島を思わず先生と呼んでしまう場面も。戦後知識人の問題として、さっき三島先生がその三島さんがここで先生という言葉を思わず使っちゃったのと若干問題あるわけですけど、しかしながら少なくともこの東大に現地でそこら辺でうろうろしている東大の教師よりは、三島さんの方が僕は先生というふうに値するだろうと、それで僕は使ったということを評価していただきたい。若干後で内部討論において前段ペースを握った三島は巧みに討論を進めていきます。人間というのが他人を切り離して存在しうか、これは存在しえないわけですね。三島さんにお聞きしたいのは、人間にとって他人というものはどういうものであるのか。対立が他者というもののイリュージョンを作っていかざるを得ない。それで私は、とにかく共産主義というものを敵にすることを決めたんです。でこれは主体性ある他者というふうに考えているわけです。しかしある人物の登場で場の空気が一変。長髪にひげを生やし赤ん坊を肩車しているこの男性、全教頭最大の論客と言われた芥田正彦氏です。三島を敗者と位置づけるなど激しく噛みつきました。三島さんは敗退してしまった。まだ敗退してないぞ。僕にはそう思いますけれど。
あなたのその携帯、取り入れた携帯が一向に暴力的に僕らにはもう何ら差し迫らないということですね、うんうん、僕らの行為そのものは、うん、携帯が即内容であり、内容が即携帯になる、うんうん、これは一つの、まあ、革命でなくて決して一つの表現なんですけどね、うん、当時から劇団を主催し、今も演劇家として活動を続ける芥田氏、三島の印象をこう話します。で、2つ穴がカーンと開いて、向こうにこうちょっと、うん、アンドロメダが見えそうなぐらいの空虚な目をギッとこっち向けて、一瞬か二瞬ですよね。なんでこんなに緊張してるんだ、今にも殺されそう。あなたはだから日本人であるという限界を超えることはできなくなってしまうということでしょ。あ、できなくていいんだよ。あ、いいわけですか。僕はね、日本人であって、日本人として生まれ、日本人って言って死んで、それでいいんだ。その限界は全然僕は抜けたいと思わない、僕自身、うんうん、だからまあ、あんたから見ればかわいそうだと思うだろう。非常にそれは思いますよね。しかしやっぱり僕は日本人 でむしろ最初から国籍はないんであって、ああ、あなたは国籍はないわけだろ。あなたは自由人として僕は尊敬する、それでいいよね。だけども僕はだね、国籍を持って日本人であることを自分には乗っからない。これは僕自分の宿命だとも信じてる。それは意思の関係づけでやられてるわけですね。そう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 、まあ、当然歴史にもやられちゃうわけだし、うん、やられちゃうというか、つまり歴史にむしろいるということに、歴史にやられたいと語った三島。この時すでに自らの死が念頭にあったのでしょうか。まあ、ある程度三島さんは自分の運命を決定しなきゃいけないみたいなものがあっただと思いますよ。ただ厳しいやり取りの中でもお互いに敬意を示せたといいます。まあ、人間が人間を考える時代の最後だった気はしますね。三島さんも古いスタイルで人間の時代を、うん、なんとかしなければと思ってあそこまで来て、で僕らも新しく人間の時代を新しく作らねばという意思や決意のもとで向かい合って、うん、対決を装いながら一つの親和力を持って会話できた。そして討論のテーマは天皇に移行します。私の言う天皇というものは、それが現実の天皇と、つまり統治的天皇と文化的な、そういう私的神話的天皇とが一つの人間でダブルイメージを持ち、二重構造を持って存在している。要するにね、天皇っていうものが一体何のためにあるかというと、固い言葉を使うならばブルジュア秩序総体をね、ある程度補完する意味でね、その天皇があるっていうこと、それははっきりと見据えておかなければならないんじゃないかと思う。そこにおいて三島さんがそういったね、天皇の形態っていうこと、理念形態っていうことを立てること自体ね、それは何だ、その空想以上の何者でもないっていうことですよね。天皇主義者でありつつも戦後の天皇制を批判していた三島。社会学者の宮台真司氏はこう話します。三島 の天皇思想を理解するキーワードは空っぽですね。まあ、戦後ですね、天皇主義者が一夜にして民主主義者に変わる。でこの連中は三島に言わせるとただの一番病、周りがね、天皇主義的な空気だったら、はい、僕が天皇主義者ですと手を挙げ、周りが民主主義の空気に変わると、はい、私が一番の民主主義者ですというふうに手を挙げるタイプの、本当に空っぽな、入れ替え可能な存在、そういういわば空っぽなクズがですね、日本人であり、日本もそうなっていると。それを回復するためにはですね、そういう、一番病の道具としての天皇ではなく、心から、その細胞の一つ一つまでですね、天皇が宿るような、そういう構え、それだけが日本を日本にし、日本人を日本人にするのだと考えた。これが三島の思想ですね。僕らはつまり戦争中に生まれた人間でね、こういうとこに陛下が立ってて、まあ座っておられたが、3時間全然微動もしない姿を見てる。とにかく3時間全然木造のごとく微動もしない卒業式で、でその天皇から私は時計をもらった。でそういうね、つまり個人的な恩恵があるんだな。こんなこと言いたくないよ俺。
言いたくないけれどもだね、人間の一人の個人的な歴史の中でそういうことはあるんだ。そしてね、それはどうしても否定できないんだ、俺の中でね。それはとても立派だった、その時の天皇は。そして、三島は学生たちにこう訴えかけました。これはね、あなた方に論理的に負けたということを意味しない。つまりね、天皇、天皇と言ってたね、諸君が一言言ってくれれば俺は喜んで諸君と手をつなぐのに、言ってくれないからいつまでたってもね、殺す殺すって言ってるだけのことさ、それだけさ。およそ2時間半にわたり続けられた討論。右と左、思想的にかけ離れていたと思われていた両者でしたが、最後に三島はこう結んでいます。これは言霊というものの働きだと思うんですね。それで、彼が天皇ということを口にするのに汚らわしかったらば、この2時間 の、このシンポジウムの間にあんなに大勢の人間が、たとえ悪口にしろ天皇なんてたくさん言ったはずがない。言葉は言葉を呼んで翼を持ってこの部屋の中を飛び回ったんです。でこの言霊がどっかふうにどんなふうに残るかは知りませんけれども、その言葉を言霊を私はここにとにかく残してこう去っていくんで、これも問題提起に過ぎない。私は諸君の熱情は信じます。これだけは信じます。他のものは一切信じないとしても、これだけは信じるということを分かっていただきたい。この討論会について大変愉快な経験であったと記した三島。翌年1970年11月25日自衛隊市ヶ谷駐屯地に乗り込み、割腹自殺を遂げました。私は一人の民間人であります。私が行動を起こすときは結局諸君と同じ非合法でやるほかないんだ。非合法で血統の思想において人をやればそれは殺人犯だから、そうなったら自分もおまわりさんに捕まらないうちに自決でも何でもして死にたいと思うんです。しかしそういう時期がいつ来るかは分からないから、そういう時期に合わせて、身体を鍛錬して近代ゴリラとして立派なゴリラになりたい。残りのフィルムを見たいという思いに駆られてしまいますが、三島由紀夫のプロフィールを簡単ではありますがご紹介しましょう。東京大学法学部を卒業して大蔵省に一度入っているんですね。そして1970年45歳で亡くなっています。代表作に仮面の告白、潮騒、金閣寺などがあり、ノーベル文学賞の候補にも上がっていました。私ちょうど三島が自決した年に生まれているので、あのイメージが濃くあるんですが、それにしてもね、全教頭と三島さんとでこの天皇制についてここまで思想に開きがあったっていうのがすごいですね。この討論会の頃は私は中学生だったんですけど、非常に関心持ちましてね、その後も三島の天皇論などを読みましたね。確かに50年前ね、考えてみるとその三島に代表される右派ですね、その天皇は荒人神だという右派がいて、一方で全教頭に代表される左派、天皇制廃止を取られてたわけですよね。これだけ国論が割れてたわけですよね。それがこの平成の30年、平成の天皇はその対立を乗り越えようと思って、その国民に寄り添う象徴という役割は何だと考えてきて、まあ結局最終的にはその象徴という天皇が定着したわけですよね。ですからまあ三島が生きていたらね、この平成の30年の天皇制をどう見るのかってぜひ聞きたかったですね。